木下裕二のおしゃべりの時間ですよということでですね、第3回目となる、早くも第3回目ですねとなる、木下裕二のおしゃべりの時間ですよということでですね、いやーちょっとね、お酒をちょっと飲んでるんでね、ちょっとだいぶ口がちょっといつもより饒舌ですけど、まあちょっと勘弁してくださいということでですね、今日はですね、今日のテーマはですね、まあ恋愛についてちょっと語っていこうかなと思ってます。いやーね、皆さん恋愛してますか？まあ、恋愛というか、まあ、言い方変えると恋はしてますか？ということでですね。まあね、僕はね、してるんですよ。ちょっとね、お酒が入ってるんで、ね、ちょっとすいません。ちょっと酔っ払ってますけど。いやーね、皆さん恋はいいですよ。皆さん。ね、生きる活力をね、もらえるんでね、恋をしていると。いやー、恋はいいですね。でもね、恋はね、恋をって言ってもね、僕の場合は片思いなんでね、思いっきり。かぬ恋っていうやつなんで、まあね、でもね、今僕が好きな人が出会って今年で2年目なんですよ。僕よりちょっと1歳か2歳年下で、でまあまあまあ今日も一緒に俺とおかんと、まあ、SNS の方では一応、まあ、報告しましたけど、なんで、まあ、ちょっと知ってる人も結構いらっしゃると思いますけど、まあ、僕とおかんと、その好きな人で3人で今日はカラオケに行ってね、あと飯も、昼飯も一緒に食って、したんですよ。まあ、楽しかったですよね。まあ、それは楽しいのは当たり前なんですよ。一緒に、好きな人と一緒にね、一緒に飯食ってカラオケしてるわけですから、楽しくないわけないんですよ。ただ今日はね、もう、行きの時にね、まあ、これは全然恋愛とか全く関係ない話ですけど、もうすごいね、ゲリラ豪雨みたいな感じのやつに、ね、ドンピシャに当たってしまって、もう雷が落ちてね、信号機がね、消えたんですよ。雷が落ちて、停電、一瞬、停電みたいになって、んで、もう冠水がすごくてね、もう水浸しで道路が、雨がすごくて、まさにもうバケツをひっくり返したような雨が結構、すごくて。で、まあまあ、なんとか目的地について一緒に先に飯食ってから、その後一緒に三人でカラオケに行って。まあ結構、うちのおかんとその好きな人が、まあ彼に A さんと言いますけど、その A さんが結構割と仲が良くて。で、まあ、割と結構、今年に入ってから割と結構3人で結構つるむことが多くなって。まあ、結構ね、割となんか、その A さんとうちのおかんが割と結構、気が合うみたいで、割と結構ね、2人結構仲良く話とかしてるんで。まあね、まあ、本当にね、一緒におって楽なんですよね。気使わん、まあ、使いますけど、でもそんな気使わんでいいんで、楽なんですよね、一緒におって。そうなんですよね。まあ、僕、会ったことある人ならわかると思うんですけど、僕、大体、人と話すときって、大体敬語なんですよ。大体、8割、9割ぐらいの人には、敬語なんですよ。年下、年上関係なく。なんやったら10代ぐらい、10代、相手が10代でも結構、普通に敬語とか僕使うんで、ぐらい結構割と敬語を使うんですけど、その人に関しては、結構普通にため口で話せるっていうか、結構割と、普通に、どもっても割と結構、結構平気っていうか、まあ僕はですけど、まあ向こうはどうか知りませんけど、僕は結構割と、どう思ってもその人だったら結構割と平気で喋れるっていうか、本当におって、一緒におって楽なんですよね、僕は。そうなんですよね。まあちょっとやっぱりね、まだ、まあ向こうは、まあ僕のことを、まあ恋愛対象としてはまだまあ見てないっていうのはまあ僕も分かってるんですけど、でもね、やっぱりね、諦めきれないんですよね。まあ僕もいろんな人好きになりましたけど、まあ僕も男なんで、いろんな人好きになりましたけど、でもね、今まで好きになった人とはちょっとやっぱりちょっと違うっていうか、ちょっと違うんですよ。ただ、なんか同じ好きになったって言ってもちょっとなんか度合いが違うっていうか、
まあそれは向こうも多分分かってると思うんですけど、うん、まあ、もう何回か告白はしてるんで、向こうもだから僕が、僕がその人のことを好きってことも、その人自身も知ってるんで、なんで、ただまあ、ね、向こうに気持ちが今はないってことも僕も知ってるんで、ただ僕が諦めきれてないっていうだけなんで、そうなんですよ。まあでも、まだ普通に会ってはくれてるんで、まあまあいいかなと思うんですけど、やっぱりちょっとね、諦めきれやんっていうか、っていうところがあって、そうなんですよね。やっぱりね、そんだけやっぱりちょっと、そうっすね、自分の中でまだちょっと、うん、諦めきれやんところがあって、まあね、そうなんですよね。まあ、僕も30、今年で1になりましたけど、やっぱりね、いろいろ考えるんですよ。まあ、前の職場の上司から、まあ自分の親に、その孫を見せたかったら、その40ぐらいまでに結婚せんと、見せりやんぞっていうふうに言われてるんで、結構ね、焦るんですよね。まあ、やっぱり周りも結構どんどん結婚とかしてるんで、でましてや、ね、まだね、そんな彼女もできたこと、前、元カノいましたけど、もう3ヶ月ぐらいで別れたんで、まあ、おったようでおらんようなもんなんで、うん、なんで、やっぱり本当に、なんか、彼女が、やっぱり欲しいんですよね。やっぱり。まあ、それこそ付き合うならもう結婚も考えますし、もちろん年齢的にも。なんで、やっぱり僕もね、結婚願望はあるんで、うん、そうなんですよね。まあね、まあ僕は、ね、やっぱり結婚したいっていうやっぱ気持ちが強いんですけど、まあね、ね、やっぱり、相手の気持ちもあるんでね、それはもちろん。なんで、まあ難しいところではあるんですけど、まあでもね、いまだにね、会うときに緊張するんですよ、僕。本当に、まあ、僕、接客業をしてて、いろんな人と、話す機会がありますけど、もう何を置いても、その好きな人と会うときが一番緊張するんですよね。どんな人と会うときよりも緊張するんですよ、やっぱり。もうね、手足がやばいんですよ。本当に緊張してしまって。まあ、こんなこと言うとまた、なんか言われますけど、やっぱ緊張するんですよね、やっぱり。まあ、自分は平気なつもりでも、体がね、やっぱりちょっと緊張しちゃってるみたいで、もう手足がやばいんですよ、もう本当に。毎回言われるんですよ、手足がすごいって言われるんで、そうなんですよ。なんか僕ね、緊張しいなんでね、僕割と。で、結構割とそんな、コミュニケーションもある方じゃないんで、まあ、1対1なら結構喋れるんですけど、3人とか4人になると僕全然喋れなくなるんで、だから友達とかが混ざってくると僕全然喋れなくなるんで、だから1対1だと普通に喋れるんですよ。やっぱり自分でも喋らなあかんっていう、なんか意識が生まれるかどうかわかんないですけど、なんか知らんけど1対1だったらね、喋れるんですよ、普通に。流暢にっていうか、普通に会話のキャッチボールっていうか、多少できるんですけど、ただまあ、3人とか4人になるともう一気に僕ね、空気になるんでね、僕は。そうなんですよ。喋れなくなるんで、そうなんですよね。まあそれがちょっと、やっぱりね、コミュニケーション能力がちょっとない僕の欠点かなとは思うんですけど、まあね、なかなかね、僕はね、まあ、気の利いた話っていうか、みんながわーって結構盛り上がるような話ができればいいんですけど、できないんで、不器用なんで、まあ、それは向こうも多分分かってると思うんですけど、もうね、今年で2年目の付き合いなんで、まあ、向こうもそれは分かってると思うんですけど、やっぱりね、後から考えるんですよ。もうちょっとやっぱり、もうちょっとこういう風に喋ったらよかったなとか、もうちょっと、なんか、こういう風に言えばよかったかなっていう風に、いろいろね、後になってね、考えるんですよ。後になって、いろいろ、後悔して、ああ、しまったと思って。
そうなんですよね。ちょっとまたそれでなんか落ち込んでしまったりとかして。そうなんですよ。でもね、やっぱりね、まあ見た目、まあ最初は、なんていうか、見た目がもちろん、まあありましたけど、見た目で入った、まあ好きになったってことも、まあ、いうところもありますけど、やっぱり今はちょっとね違うんですよね、やっぱりちょっと。まあその人の、なんていうか、なんていうか人間性っていうか、その、中身で結構惚れたっていうところがあって、結構なんか、思ったことを結構ズバズバ言ってくれる人なんで、その人が。割と結構、だから、なんていうか、なんて言ったらわかんないですけど、まあ、うまいことは言えませんけど、本当になんか自分のことを思って言ってくれてるっていうのがわかるんで、だから、ねえ、やっぱりちょっとね、それがやっぱり、まあ僕、女性経験があまりない僕にしては、やっぱりちょっと嬉しいっていうか、ちょっとなんか新鮮なところがちょっとあったりとかして、それでやっぱりね、嬉しいっていうところもあって、まあね、でもね、まあ一方的に僕が本当に好きになってるだけなんで、そうなんですよ。まあ今はね、本当になんか僕もいろいろ、いろんな面ね、やっぱりまだ不安定ですし、まあね、まだ男としての魅力が全然まだ、相手に対してまだ全然、伝えられてないっていうか、見せることができてないっていうのは僕も自分自身で分かってるんで、なんで、まあ今は多分無理やろなっていうのは僕も分かってるんですよ。でもまあ、なんとかして、まあでもあんまり、その好きの、やっぱり大安売りとか、好きの、なんか大安売りとかすると、やっぱりちょっとね、その、好きっていう言葉のなんか価値っていうか、が、なんか下がるような気がするんです、僕。あんまり言いすぎるとね。なんか、ここぞっていう時に、出すから、その、なんか、その、言葉の中、なんか、重みっていうか、を結構感じるっていうのが、というのはあると思うんです、僕は。なんで、まあ、いろいろ考えてはいるんですけど、まあ、タイミングっていうか、そうなんですよ。まあ、でもね、辛いですよ。片思いって。もう2年間片思いしてるんで、まあ、でもね、やっぱりね、まあ、本気で好きやからこそ、やっぱり、ちょっとなんか諦めきりやんところがあったりしますし、やっぱりね、会って話せば話すほど、やっぱりどんどん好きになるんで、まあ男ってみんな多分、もしかしたらそうかもしれませんけど、まあ人間、まあ全員、まあそうかもしれませんけど、やっぱり好きな人と会って話せば話すほど、やっぱりね、もっともっと好きになると思いますし、やっぱりそんだけやっぱり思いも深まると思うんですよ、僕は。なんで、ねえ、やっぱりね、ほんでまたちょっとやっぱり、会わへん期間とかやっぱりあるじゃないですか。なかなか仕事とかもあったりとか、まあ金銭面とかでも、なかなか会いやん日とかもあるじゃないですか。それがまた辛くてね、まあ仕方ないんですけど、仕方ない分かってるんですよ、頭では。ね、そんな毎日も会えないんで、さすがに、まあちょっとやっぱり距離もあるんで、ちょっと1時間ぐらいやっぱりちょっと車で走らせなあかんもんね、会おうと思ったら。なんでまあ毎日も会えないんで、まあ僕も相手もやっぱり仕事があるんで、いろいろやっぱり事情もあったりとかするんで、なんでまあ毎日も会えないって分かってるんですけど、頭ではやっぱり、ね、気持ちの面でやっぱりちょっとね、気持ちの面では本当は、ま、毎日でも会いたいんですよ、僕はですけど、まあまああんまり女々しいこと言うとねあれなんですけど、まあね辛いですよ、片思いって本当に辛いですよ、辛い。まあ、ましてや僕なんか小中高とね恋愛してこうへんなんで、まともに、付き合った女の人とかいないんで、小中高とは30歳になるまで、まともに、その恋愛とか青春とかしたことないんで、余計なんですよ。その反動が今来てるんで、余計なんですよね、だから。その反動が今もう倍になってきてるんで、余計だからなんか気持ちのなんか高ぶり具合がなんか人よりもちょっとやっぱり強いっていうか、っていうのがもしかしたらあるかもしれないんですけど、そうなんですよ。だから、
中学高校とかで彼女がおった人とかやったら、ちょっとやっぱりまた同じ好きになってもまた違うかもしれませんし、と思うんですけど、僕の場合それがなかったんで、多分余計にその高ぶりようが人よりもやっぱり強いっていうか、っていうのがもしかしたらあるかもしれないんですけど、やっぱりね、そういうところがあって、そうなんですよね。いや、でもね、某漫画でも言ってましたけどね、諦めたらそこで試合終了なんでね、諦めやん限り可能性は 1% でもあるんで、諦めやんだら、諦めやん限りは可能性はあり続けるんで、だからまあ、もうあんまり言うとあれですけど、やっぱりね、僕はやっぱりまだちょっと諦めたくないなっていうのがやっぱりあるんで、まあ周りからは言われますよ、もちろん。もっと、もっといい人とかおるんちゃうとか、もっと、探したらとか言われるんですけど、やっぱりね、僕は今の好きな人以上の女性は今のところはですけど、おらんと思ってるんで、僕は、今の好きな人以上の今の好きな人以上の女性はおらんと思ってるんで、今のところは、僕はですけど、そう思ってるんで、だから余計ね、やっぱりいろいろ思うところがあって、そうなんですよね。もうね、ね、辛いですよ。いろいろ。まあまあ、うまいこと言いませんけど、僕も、ちょっとまあ、口下手なんで、うまいこと言いませんけど、やっぱりね、辛いですよ。まあね、まあ、会って楽しいことがあるのはいいんですけど、もう、帰った後が辛くてね、本当に。ましてや、明日仕事とかやったりすると、まあ、まさに今日がそれなんですけど、うわぁ、明日仕事や、とか、いろいろ考えてしまって、もうまた、いついつまで会えやねやな、とか、いろいろ考えてしてしまうんです。まあ、ね、めめしいことですけど、やっぱり、考えてしまうんですよ。やっぱり、無意識に。そうなんですよ。ちょっとまたそれでなんか落ち込んでしまって、もう、帰るときの帰り道ね、もう現実になんか引き戻される感がもうものすごくて、もうね、やばいんですよね。まあ、まだ今日なんかは、結構早い時間に結構解散になったんで、まだちょっとね、気持ちの整理がちょっとまだついたっていうか、まあ、落ち着く時間があったんで、まだちょっとね、いつもに比べるとちょっとまだ結構楽な方なんですけど、そうなんですよ。それでもやっぱりね、辛いっていうかね、やっぱりね、まあそれがやっぱりね、恋愛ってもんなんでしょうけど、まあ恋をするっていうことなんでしょうけど、まあね、辛いですよ。ね、まあでもね、いいですよ、恋愛っていうのは。やっぱりね、まあちょっと前にも言いましたけど、やっぱり生きるね、活力をもらえるんで、いいですよ。まあ、恋愛専用よりはね、やっぱりいいんで、恋した方がね、やっぱり。これはやっぱり人生、少しはやっぱり豊かに、豊かになるんで、恋愛すると、恋をすると。ねえ、まあね、辛い時もありますけどね、やっぱり。まあでも、ねえ、ねえ、傷つかない恋愛っていうのはないんで、ねえ、よく言いますけど、ねえ、やっぱりねえ、ぶつかる時もありますし、ねえ、ちょっとなんか辛い思いもする時もありますし、それでもやっぱりねえ、好きなんでしゃあないんですよね。やっぱり好きなんで仕方ないんです。そうなんです。それが恋愛なんですよね、やっぱり。いやーね、いいですね、恋愛って。いやいや、何を言っとんねんっていうね。30過ぎたおっさんがっていうね。まあね。まあまあね、たまにはね、こういうこともね、話さなダメですよ。ね。ちょっとね、今日はちょっと話したくなってね。
なんかちょっとお酒もね、いつもよりちょっとね、飲んでるんですよ。ちょっといつもより、ちょっとなんか飲みたくなって、ちょっと今日は、明日仕事やし、なんか辛いし、なんか飲もうと思って、今日は、まあ、ちょっとさっきまでちょっとなんか UGP で班長会議があったんですけど、そうなんですよ。ちょっとね、飲みたくなって、無性に、そうなんですよ。そういう日ってやっぱり、あるじゃないですか、やっぱりそういう日って。無性になんか飲みたくなるっていうか、いつもより。あると思うんですよ、そういう日って。まさに僕が今日がそれっていうね、日だったんで。まあでもね、本当にね、一緒におる時間が幸せで、まあね、臭いこと言いますけど、本当に一緒におる時間が幸せで、なんか、本当になんか、まあうまいこと言いませんけど、かけがえのないものに感じるっていうかね、本当に、素直にそう思えるっていうか、そうなんですよ。まあ、あんまり言うとね、また、キモいとか言われるんで、言いませんけど、多くは。まあね、僕はまあそう思ってるっていう、ね。そうなんです。いやーね、皆さんもね、どんどん恋をして、どんどん、人として成長していってください。ということでした。今日はね、恋愛会ということで。ね、またちょっとね、機会があればこういうことも話していきたいなと思ってるんで、ね。皆さんも大いに恋をしてください。そして、幸せになってください。僕も、幸せになりたいです。もうね、一人でね、仕事を、クリスマスの日にね、一人でね、仕事終わって、過ごすっていうのは僕はもう嫌なんです。僕は。もうね、お腹いっぱい、もうない。なんかもうそういうのはもう お腹いっぱいっていうか、もういいっていうか、僕は。もうね、いい加減ね、あれですよ、ちょっと愚痴りますけど、ちょっとまあ、愚痴りますけど、もうね、そういうのは嫌なんです、僕は。30過ぎて。本当に、本音言いますけど、嫌です、僕は。そういうのは。仕事だけ、クリスマスに仕事だけっていうね。で、帰って、ね、何？あとはもう飯食って、ちょっとしたケーキ食って寝るだけっていうのは僕はもう嫌なんです。僕は。本当に。ね、やっぱりクリスマスはね、彼女と過ごしたいですし、夏は彼女と一緒に海とか花火とか見に行きたいですし、行きたいですし、普通に。で、春は花見とか一緒に行きたいですし、もちろん。ね。で、秋は何ですか？まあ一緒に、もみじ狩りなり、まあドライブになり行きたいですし、で、冬は冬で一緒に、ね、まあさっきも言いましたけど、クリスマス一緒に過ごしたいですし、正月は正月で一緒に初詣にも行きたいですし、もう僕も男ですから、こう見えて行きたいですよ、普通に。なんでよくね、ツイッターでね、そういうなんか、カップルでなんか写ってる写真でなんかそういうねつぶやきを見るともうねいいってなるんですよ僕は。クソーっていう、爆発しろっていうねなるんですよ。もうね30過ぎてね、もうね31にもなってね、もうそんなね思いとかしたくないですよ本当に。本当にね、もうね嫌ですよ本当に。つくづく本当にね、なんか嫌になるっていうかね、本当にね、もう早く結婚したいっていうね、早く彼女が欲しいっていうね、もうそれだけなんで僕は、そうなんですよ。早く、幸せになりたいっていうね、まあ、僕の幸せっていう、ことのその執着地点がその好きな人と一緒に好きな人と付き合うっていうことかって言われると、イコールそうかって言われると、まあもしかしたら違うかもしれませんけど、でもまあまだそこで終わりじゃなくて、もっとなんか続くかもしれませんけど、まあうまいこと言えませんけど、まだそこからね、どんどんやっぱり もっともっと、まあやっぱり人間ってやっぱり上を見る生き物なんで、やっぱり、まあやっぱり、どんどん、やっぱり、もっともっと
幸せに幸せにっていう、今以上に今以上にっていうふうに思うかもしれませんけど、まあね、やっぱりキリがないかもしれませんけど、やっぱり上を見始めると、まあちょっと、まあ、話がちょっと脱線しましたけど、まあね、まあとにかく僕はもう一人は嫌っていうねっていう話なんです。まあね、いやーまあね、まあそれやったら別にね、合コンなり待ち込んだり行けばええやんっていう話になりますけど、ね、誰でも行ったわけじゃないんで、うん、結婚するってなるとね、うん、恋愛と結婚は違うんでね、やっぱり。うん、まあ、恋愛、まあ、恋愛で普通に付き合ったから、付き合ってうまいこと言ったからといって、結婚してうまいこと行くとはね、必ずしもうまいこと行くとは限らないんで、やっぱり一緒に生活して初めてやっぱり分かることっていうのもあるんで、まあそういう面でやっぱりちょっとまだ、ね、見えてないところもあるかもしれませんけど、うん、まあね、それでもね、やっぱり、ね、やっぱり、そう、僕はやっぱりまだ諦めきれないっていう、ね、ところがあって、それでもね、そこまで分かっててもやっぱり諦めきりやんっていうところがあるんで、僕は、まあね、いろいろね考えてるんですよ。こう見えてなんかのほほんとしてるように見えますけど、いろいろこう見て考えてるんですよ。僕も悩むことがあって、いろいろ、そうなんですよ。まあね、人間ね、生きとったらね、いろいろね、ありますよ、やっぱり。ね。ちょっと、ま、時間がちょっと中途半端なんで、まあ、ちょっと30分ぐらいまで話しますけど、まあね、あと、だから30分なんで、あと4分ぐらい、3分ちょっとですか、まあ、ありますけど、まあね、まあ、でも、まあ、恋は盲目って、なんか、昔から言うじゃないですか、ことわざかなんかで。言うじゃないですか。やっぱりね、あれってまさになんかそうやと思って、やっぱりね、恋をするとね、もう他が見えなくなるっていうかね、ちょっとやっぱり。まあ見えなくなるっていうか、見えづらくなるっていうか、周りが。やっぱりもう、まあましてや僕なんか、不器用なんで、もうそれだけしか見えなくなるっていうか、僕なんかは、本当に。まあ本当はそれじゃ多分ダメなんでしょうけど、しっかり周りもちゃんと見なきゃダメなんでしょうけど、あんまりね、僕は結構そういうのができないんで、そうなんですよ。でもね、あれですよ、僕は、あんまり言うと、なんか嘘っぽく聞こえますけど、僕はでもね、よくだから浮気をしてとかっていうふうに言うじゃないですか。で、結婚して浮気がバレてなんか離婚するとかって言うじゃないですか。僕、あれが信じられなくて、好きで結婚したのになんで浮気すんのと思うんですよね、僕は。だから。それだったらもうね、そんな、ね、浮気するぐらいやったらなんで結婚したんって話になるんで。まあね、まあそれはまたね、やっぱり一緒に住んでみてしないと、まあ、わからないところもあるんでしょうけど、まあ、それでもね、やっぱり、ね、浮気はね、やっぱりダメなんで、ましてや、ね、なんか、好き同士で結婚したならなおさらなんで、そうなんですよね。まあ、僕の、おとんも、もう39で、まあ病気で死にましたけど、浮気はね、してなかったんで、僕の、聞いてる限りではしてないって話なんで、まあ本当に真面目な人やったんで、僕のおとんは。浮気もしなければ、お酒も飲まなければ、ギャンブルもせえへんしてやったんで、まあ、タバコはちょっとまあ吸ってましたけど、本当に真面目な人だったんで、まあね、やっぱりまあね、浮気はダメですよね、やっぱり。なんぼ、なんか、
いい人が奥さん以外にちょっとおって思う人がおってもね、それはダメですよね、やっぱり。奥さんがかわいそうなんでね、それは。うん、相手の人がかわいそうなんで、そんな結婚の、その相手の人がかわいそうなんで、それはダメですよね。っていうね。そうなんですよ。まあ、わかんないですけどね、結婚してみやんと。わかんないですけど、そうですね。まあ僕なんかは多分逆に浮気はされる方だやと思ってるんで、僕は。逆に。僕から浮気することはまずないんで。っていうのも、そんな奥さんが怖くてそんなこと絶対できないんで、そんな浮気なんて。そんな浮気をする度胸もないんで、僕なんかは。言ってしまえば。なんで、浮気をされることはあってもすることはまずないんで、僕の場合。まあ自己分析ですけど、そんな度胸もないんで僕は、そうですね。そんなことね、奥さんが怖くてそんなことできるわけないんで、僕の性格上、おそらく、なんでまあね、そうなんですよ。まあもう浮気されて、僕多分浮気されたらもう多分立ち直れないですね、多分僕。多分ですけど、わかんないですけど、その時になってみないとわかんないですけど、もうショックすぎて、多分、もうそれでそれが原因で別れたらしても、多分女の人を好きになれる、多分自信が多分ないと思うんですよ、多分そうなると。わかんないですけど、その時になってみないと。そうなんですよね。だからまあ、ねえ、やっぱり、結婚する限りは、やっぱり、もう、添い遂げたいですし、ね、もう、一生一緒にいたいっていうのがあるんで、僕は。まあ、重いって言われますけど、よく、僕の場合。やっぱり、それが僕の気持ちなんで、やっぱり、そうなんですよね。まあ、不器用なんですよね。平たく言えば。その、加減ができやんっていうかね。言ってしまえば。そうなんですよね。ついなんか、こう、なんか、重たくなってしまうみたいで、それが僕の、まあ、悪いところでもあるんですけど、そうなんですよね。まあね、頭では分かってるんですけど、なかなかね、やっぱり、気持ちの制御は、まあ、やっぱりその恋愛経験がないんで、それがちょっとまあ、制御はちょっとコントロールがうまいことできないっていうところがあって、まあ、ましてやね、コミュニケーション能力がないんで、僕なんかは。もうすごく。そうですね。まともに、女性と話したんとかも、大人になってからなんで、そうなんですよ。だから余計なんですよね、だから。そうなんですよ。まあね、いろいろありますよ。人間って生きてたら。ということでね、ちょっとだいぶ時間がオーバーしましたけど、ちょっとやっぱり、ね、たまにはこういう、ね、なんか青春っぽいことも話してもいいかなとも思って、ちょっと今回は恋愛会ということで話してみました。ということでですね、ちょっとだいぶ時間がちょっと長くなりましたけど、いかがでしたでしょうか。ということでね。まあ皆さんのもし、こういう恋愛エピソードがあったとか、こういうか、なんか片思いしてますとか、片思いでこういう辛い思いしてますっていうのがあればコメント欄に書いていただければと思います。もしね、書きづらかったら別にいいです。普通にいいねボタンとか、押してもらえればそれだけでもう僕は嬉しいんで。なんで、まあ、チャンネル登録もね、もしよろしければしててください。ということで、以上、シナリオ班班長の赤鈴子と木下でした。また次回もお楽しみにということで、失礼します。